豪栄道です。さあ横綱相対します、白鵬と鶴竜。シーンと悩みました。どうだ、頭で当たった、ちょっと引いた、右四つ上手を引きました、鶴竜の上手を引いた、鶴竜寄る、右四つです、右四つ胸があって鶴竜寄る、鶴竜もなかなかいいところを見せる、おっ、まわしを切りに来たのか、鶴竜を打った、やりきり、鶴竜一回を守りました。関根さん、はい、まあ見応えはありましたね。まあ横綱、あの白鵬は今日冷静でしたね。冷静でした、はい、あの足を狙ったようなあの仕草は何ですか。まわしを切りに行ったの、それとも足をなんか無双切りに行ったように見えた。無双ですか。あの後ですね、体勢崩して、そこ